よし、やっていきましょう。ポケットモンスターです。はい、今日からね、やっていきます。ポケットモンスター、音量ちょうどいいかな。はい、どうもこんばんは。いらっしゃい。早いですね、ノンさん。早いですね。ね、本来ですと画面にチャット欄をですね表示させて、まあめちゃくちゃおしゃべりしながらねやっていこうかなと思ったんだけど、なんかね、どうなんだろう、ちょっと設定変わったみたいで、はい、ちょっと表示の仕方がわからなくてですね、はい、ちょっと今日はまあ泣く泣くというか、はい、表示は諦めてやっていきたいと思います。まあコメントはね見えてますので、まあコメントを読み上げながらね、やっていこうと思います。はい、あ、ちょうどいいですか、音量。じゃあ行きますよ。ポケットモンスターグリーンバージョンですね。はい、もうこれはね、とにかくもう僕世代です。ね、小学生だったかな、いや中学校1年生とかそれぐらいだったかな、ちょっと小学生なのか中学生だったのかちょっといまいち覚えてないんだけど、はい、その頃に発売されたやつですね。はい、95年だと小学生かな。はい、小学生ですね。はい、やっていこうと思います。なんかね、たくさんこう、出てきてますけどね、捕まえて、戦わせるっていう、まあ、僕これプレイ経験あるので、まああるなりの実況やっていこうと思います、ね、主人公の子ちょっとどこに指さしてんのかわからないんだけどもおめえどこに指さしてんのよっていう感じなんだけども、行きましょう。はい、いいね。はい、設定、話の速さ、早いでいいんじゃない。ちょっとゲームボーイ実況が初めてなので、このなんていうのかな、設定がね初めての設定というか、はい、ゲームボーイ仕様でこう組んでるんで、まあ、あの機械はあれだけど、あのハードはなんだっけ、レトロフリークなんですけど、アニメーション戦闘アニメーションじっくり見る、試合のルール入れ替えタイプ、勝ち抜きたい、まあこのままでいきますか。 OK。 あー、初めて買ったゲームがポケモン、なるほど。最初から始めます。いきます。はい、はじめまして、ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前は大木戸、みんなからポケモン博士と慕われておるよ。はい、あ、こいつ可愛い感じだな。なんかこの世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが至るところに住んでいる。そのポケモンという生き物を人はペットにしたり勝負に使ったり、何気に勝負に使うってこれひどいな、虐待っぽい感じもしないでもないぞ。はい、どうもこんばんは、むねさん、いらっしゃい。私はこのポケモンの研究をしているというわけだ。はい、でははじめに君の名前を教え、うわー、なんか陰キャラっぽいぞこれ。ちょっとこれ目は、ね、目片方しかないし、なんか陰キャラっぽい。あのシャツをねズボンにインしてるしね、これなんか、うわー、なんかやだなこれ。いや、じゃあ名前僕の名前入れようか。これカタカナで、あ、ひらがなでもいける、まあどっちでもいいんだけどね、ひらがなでいきましょうか。日本人たるもの、ひらがなでいきます。いきまーす。 OK。 ふむ、一応と言うんだな。はい、おっと、なんじゃこれは。こいつはわしの孫、君の幼馴染でありライバルである。髪型がもう悟空だねこれね、髪型。名前はなんて言ったかな。いや、これかっけえなこいつ。もうあのね、主人公と違ってもうポーズも決まってるし、髪型悟空だし、はい、こいつちょっとかっ、ちょっといけすかないな。その反面ちょっと名前どうしようかな。レッド、サトシ、ジャック。ジャックってなんかまた海賊っぽい感じの名前、ちょっと名前決めようか。ライバルの名前何にしようかな。どうしようかな。まあいつもリンゴのね品種入れてるから、ちょっとそのパターンはねやめたいよね。どうしようかな。高校の時の部活のキャプテンの名前入れようかな。たけちゃん。
タケちゃんにしよう。タケちゃん、まあライバルっていうほどでもないんですけどね、はい、高校の時の部のキャプテンでしたね、タケちゃん。ちなみに僕は副キャプテンでした。はい、タケちゃんにしよう。ライバルっていう感じでもないんだけど、ちょっと名前借りますね。はい、タケちゃん。そうだそうだ、思い出したぞ、タケちゃんという名前だ。はい、自分の孫をちゃん付けで呼ぶっていう、なんか嫌だなこれな、大木戸博士。一応いよいよこれから君の物語の始まりだ。夢と冒険とポケットモンスターの世界へ。うわー、ちょっと、え、あ、ちっちゃくなった。うわ、さらにダサい、さらにダサいっす、これちょっと、これちょっと待ってね、いろいろポケモン、あ、A ボタン押しても反応しないね。今持ってないからってことか。道具欄やめる、じゃあやめるっていう道具じゃなくて、これあれだよね、選択をやめるって意味が。なんで自分の名前がここにあるんだろう。この辺記憶ねえな。一応プレイ経験あるんだけど、お小遣い3000円。はい、オッケー。うわー、このインキャラっぽい感じマジちょっとやめたい。レポートってなんだ。あー、セーブかな。あ、オッケーオッケー、これでセーブするのか。あれ、この辺ちょっと記憶ないな、システム的な。設定はさっきのやつだよね。オッケー、閉じる、はい。あ、ファミコンある。ファミコンしている。よし、そろそろ出かけよう。これテレビ直置きだよ、これ。直置き。しかも部屋の真ん中にある。自分だったらって思えば、ここにベッドがあるから、この寝ながら見れるように、この辺にこう、テレビ置いて、で、この観葉植物、またなんでこんなとこ置いてんだろう。もっと、この辺とかにこう置けばいいのにね。観葉植物。これ何？パソコン？はい、パソコンのスイッチを入れた。道具、あー、なるほど、なるほど。あ、倉庫ね。はい、オッケーオッケー。あー、3DS のポケモン、いいっすね、いいっすね。でもね、やっぱりこの初代ポケモンが一番、ね、ちょっとやりやすいんですよね、僕らの世代では。お母さん、そうね、男の子はいつか旅に出るものなのよ。うん、テレビの話。またこれ今もテレビ直置きだな。これそういえば隣の大木戸博士があなたを呼んでいたわよ。はい、直置き。この世界では直置きが流行ってんのか。これなんかラックとか買えばいいのにね。はい、私もポケモンを育ててるの。強くなればガードマンの代わりになるしね。なるほどね、なるほどね。いや、ツッコミどころ満載っすよ、ほんとこれ。はい、科学の力ってすげえ。今はパソコン通信で道具やポケモンをデータにして送れるんだと。はい、軽く説明してくれてるね、これね。うん、これなんかちょっと看板みたいな。ここは大木戸博士のポケモン研究所。こんなクソ田舎に研究所建ててんのか、これ。博士っていうぐらいだから、ね、大学教授とかやってんのかね。私も博士の助手としてポケモンを研究しています。なるほど。あ、同じこと言ってんね。ああ見えても、大木戸博士はポケモンのオーソリティなの。博士を尊敬するポケモントレーナーも多い。なるほどね。懐かしいよね。ブラウン管のテレビだよな。タケちゃんいた、タケちゃん、なんだ一応か、大木戸のじいさんならいねえよ。いや、こんな口調じゃないんだよ、ね、本当のタケちゃんは。うん。こんな口調じゃないけど、図鑑みたいなものがある。中は白いページばっかりだ。あー、オッケーオッケー。パソコンを見ると、なんと電子メールが来ていた。いや、人のメール見ちゃダメよ、これ。ポケモンを強く育てて戦うポケモントレーナー。ここに最強のトレーナーが集まりました。場所は石英高原のポケモンリーグ本部です。大木戸博士も一度ご覧ください。ポケモンリーグより。ほう。ああ、同じか。人のメール読んじゃダメだよね、これね。今2回行った。2回。これは、モンスターボール。ああ、はい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 。オッケーオッケー。これは覚えてる。これは覚えてるよ。あれ、でも博士いねえな。博士、あれ？ここすいないっすよ。ここはタケちゃんの家。いや違う、タケちゃんの家ではない。タケちゃんの親父が
建てた、いや、まあ、建てたかどうかは知らんけども。こんにちは、一応くん。弟のたけちゃんなら、おじいちゃんの研究所よ。いや、知ってるけどさ。関東地方の地図だ。もらえたら嬉しい。なんでハテナなのこれ。これもらえないのかな。ああ、やっぱそうですよね。このゲームボーイのね、ポケモンがね。そうそうそう。やっぱ僕ら30代オーバーはやっぱりこの世代ですよね。初代ポケモン。これがもう本当のポケモンのね、一番最初のね、シリーズだから。いないよ。今のでフラグ立ったのかな。あれ立ってないね。あれいないけどな。グリーン、レッド、イエロー。あ、イエローってのもあんの？だからもう、グリーン、イエロー、うんとね、じゃあグリーン、レッドで発売されてから、遅れてブルーだったっけ？が発売された記憶があるな。なんかお金持ちの子はね、全種類持ってたんだよね。あれどこ行けばいいんだこれ。ちょっとわかんねえな。行ってちゃうか。ああ、オッケーオッケーオッケー。ああ、そういうことか。はい。危ないとこだった。草むらでは野生のポケモンが飛び出す。はい。こちらもポケモンを持っていれば戦えるのだが、いや、初めからくれるつもりなんじゃないの？そうじゃ。なんか今思いついたような感じになってるけど、ちょっとわしについてきなさい。はい。はいはい、ついてきた、ついてきた。えい。じいさん、待ちくたびれたぞ。たけちゃんか。おお、そうか、わしが呼んだのじゃった。これ、ボケて、もうボケちゃってるけど、大丈夫これ。大丈夫？ちょっと待って、俺。俺、一応。そこに3匹ポケモンがいるじゃろ？ほっほ。モンスターボールの中にポケモンが入れてあるんじゃ。昔はわしもバリバリのポケモントレーナーとして鳴らしたもの。おいぼれと今は、ポケモンも3匹しか残っとらんが、お前に1匹やろう。さあ、ああ、そういうことか。ああ、ずれ、じいちゃん、じいさん、俺にもくれよ。自分の おじいちゃんのこと、じいさんって呼んだことはないけどな。まあ、慌てるな、たけちゃん。お前も好きなものを取れ。はい。たけちゃんね、かなり焦ってますね、これ。ほら、常にこの、俺の方をこう、見てくるというか、ほら、常にこっちをこう見てくる。あれ、そうでもねえな。そうでもねえな。よーし。あ、ピカチュウか。イエローはピカチュウが、そっかそっかそっか。じゃあ一個ずつ見ていこうか。人影。発音合ってる？発音どうなの？人影なのかな？人影なのかな？ちょっとよくわかんねえけど。トカゲポケモン。はいはいはい。高さ60センチっすね。あー、かわいいね。重さ 8.5 キロ。はいはい、かわいいね。生まれた時から尻尾に炎が灯っている。炎が消えた時その命は終わ。ちょっとなんかそういうこと書かないでよ。いや、まあまあ、待て。ゼニガメ、カメノコポケモン。はい、50センチ、9キロか。まあ大体みんな同じぐらいのサイズだね、これね。長い首を甲羅の中に引っ込める時勢いよく水で砲を発射する。こう、いや、待て。不思議だね。種ポケモン。はいはい。70センチの 6.9 キロ。生まれた時から背中に植物の種があって少しずつ大きく育つ。ほう。ああ、こんなやついたな、そういえば。あ、最初の方のアクセント、人影。え？人影？え？人影？ちょっとよくわかんねえ。わかんねえな。津軽人はどっちだろう。人影だな。人影。あ？うん。人影かな？人影じゃねえな。人影だな。うん。はいはいはい。あー、なんかニンニクみたいな感じだけど、あれが大きくなって育っていくって感じなんだよね、多分ね。やばい。ちょっと記憶が曖昧だな。ある部分とない部分が結構。さあ、どれにしよっか。あれちょっと待って。はい。どうしよっかな。いや、人影もちょっとこれ。人影。はい。人影がね、なんかね、ちょっとこれ、
いいね、可愛い感じだよな。いや、待て。亀も捨てがたいし、やばい、決められねえな、これ。いや、不思議だねでいこうか、これ。ニンニク、ちょっと育ててみたいね、これね。よし、これにしよう。不思議だね。これにする。はい。このポケモンは本当に元気がいいぞ。いや、どれなんでもそう言うくせに、だべ。南部人もそれで合ってる？本当？ニックネーム、あ、ニックネームつけようか。ニックネームせっかくだから。不思議だねのニックネーム。いや、これ全然、全然違うじゃん、これ。見た目。鼻になってるよ、これ。鼻になってる。どうしよう、名前。不思議だね。不思議だねの、どうしようかな。不思議だれのニックネーム、ストロングにしよう、ストロング。はい。いや、実はね、今ね、ストロングを飲みながらやってるんですよ。配信。はい、なので、ストロングでいきます。あれ？んがないぞ。あれ？あ、あったあったあった。ストロング。なんか、ホワイトサワーのストロングみたいなやつ飲んでて。結構ね、効くんですよ。ガツンと。ストロングでいきます。OK。じゃあ、俺は、あ、人影行ったな。はいはいはい。俺の選んだポケモンの方が強そうだぜ。こいつ、ほんとなんか負けず嫌いっぽい感じだな。そうじゃ、野生のポケモンが出てきても、そいつを戦わせていけば隣町へ行ける。え、行っていいのかな？じゃあ、行くよ、じゃあ。はい。待てよって感じだよ、これ。待てよ、一応。せっかくじいさんにポケモンもらったんだぜ。ちょっと俺の相手をしてみろ。うわー、もうこれ、いきなりかい。まあでも面白そうだな。うわー、なんかもう、髪型が悟空。行くぜ。行け、ストロング。行くぜ。体当たり、鳴き声、ちょっと説明がないな。あ、回数決ま、あれ、こんなんだったっけ。回数決まってんのか。鳴き声、体当たり、きっかく。うわー、ちょっと急所に当たった。ちょっと、どこよ、急所。じゃあ、鳴き声、鳴き声。向こうも鳴き声やってきてる。鳴き声。お互いに攻撃力を下げる。おた、そうです。なるべく、もうね、ニックネームつけていきたいかなって感じしますね。つけていきたい。お互いにちょっと鳴き声やったけど、これ。なんか泥仕合になりそうな予感だな、これ。えい。オッケー。鳴き声。うわ、同じことやっとる。同じことやっとるよ、これ。うわー、これは体当たり連打でいいのかな。うわー、急所、いや、ちょっと待って。向こう2回も急所当たってるからさ、こっち不利だよな。ちょっと。ずるくない？あ、この鳴き声やってきてる間に、バカめ。バカめ。うわー、泥仕合だ、これ。くーそー。まれに見るこれ、泥仕合ですよ、これ。うわー、やばい。ストロング。名前の割に弱いな、こいつ。うわー、急所に3回も当たってる、これ。くそ、ほろ苦いデビュー戦だ。やり、やっぱ俺って天才。はい。よし、他のポケモンと戦わせて、もっともっと強くするぜ。一応、おじいさん、そんじゃ、あばよ、あばよ。はい。柳沢慎吾。はい。これってさ、え、回復、してるね。ちょっとストロング、ちょっとストロングになってくれよ。ほんとに。一応負けずにポケモンを戦わせ育てるといいぞ。はい、じゃあ行ってくるか。じゃあ、一応母ちゃんに挨拶してくるか。挨拶大事だからね、挨拶。はい。少し休んでいったらどうかしら。あ、回復し、これで回復できるのかな。あらあら、あなたもポケモンも元気いっぱいね。それじゃ、オッケーオッケーオッケー。よしよし。ここ来ればポケモン回復できんのか。よしよしよし。
ちょ、地図ちょうだい。弟のタケちゃんならおじいちゃんの研究、いやいやもうどっか行っちゃったよ。お姉さんの情報古いっす。もうどっか行っちゃったで、タケちゃん。よし、じゃあ行くぜ。レッツゴー。はい。あー、懐かしい音楽だ、これ。ここは一番道路、マサラタウン、トキワシティ、はい。トキワシティね。私、フレンドリーショップの店員です。便利な道具屋、便利な道具屋か。道具屋ですから、トキワシティでぜひ寄ってくださいね。営業か。そうだ、見本を差し上げましょう。どうぞ、傷薬。あー、オッケーオッケー。これで回復できるのね。ポケモンを捕まえるモンスターボール買うときもショップへいらしてください。ちょっと読みにくいな、これ。うん。あ、どうもこんばんは。エリニャンコさんどうもです。これ、ゲームボーイですよ、ゲームボーイ。はい、来た、ポッポ!ポッポさん。捕まえたいな。ポケモン GO、僕、やったことないですけど、僕の友達がね、ポケモン GO やってた友達が、こいつやったら家の周りにいるって言ってました、ポッポ。はい。うわ、くそー、こんな弱い、これ、あれでしょ?多分、ドラクエでいうスライム的な感じなんじゃない?それでもこんな泥仕合かよ。くそー。道に段差があるだろ。飛び降りるのはちょっと怖いけど、マサラタウンに帰るときは早く帰れていいよ。ん?段差?段差ってあったっけ?またお前かい!いやでも可愛いな、これ。自分のこの腕とかにこう、止まらせたいね。うん。行け!とかって言って、こう、飛んでいくみたいな。ねえ。これちょっと捕まえたいな。えい。やばい。泥仕合。やばい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 。やばくね?これ。ちょっと、風起こし。やばくね?傷薬。イエーイ。あ、すぐ発動すんのか。あー、なるほどなるほど。その代わり、敵がね、行動するってことか。なるほど。OK。ゲームボーイのやつはですね、これね、僕、レトロフリーク使ってます。はい、レトロフリーク。道に段差ってあったっけ?ちょっと演歌結構きつめだ。あ!かわいいこれ。こらった。いやー、こいつも捕まえてーなー。いや、かわいいっすね。急所。急所に当たった。こらったの、キャンタマに当たった。オッケー、キャンタマ。イェイイェイ、いいねー。あんまりちょっと過激な発言すると、またね、ライブ制限食らっちゃうんで気をつけます。ダンス、あー、これ、こういうことか。あー、なるほどね。これで、すぐ戻ってこれるって、こんなんだったっけかな?まあ、こんなんでしょうね。はい。なるほど。少しずつちょっとこう、思い出してきたかも。えい。尻尾振る?うまく決まらない。あー?尻尾振る?デバフ?これ、尻尾振るって。あ、デバフだわ。決まらない?デバフって決まらないこともあるのか。これってさ、経験値とか見れんの?全然違う。花になっちゃってるけど、次のレベルみたいな。それわかんないのか。あー、見れる見れる見れる。あと15で、レベル7か。はい。今日は、ちょっとわかんないですね。11時半から12時ぐらいまで配信予定です。はい。今は10時半ぐらいかな。あと1時間ないし1時間半ぐらいです。OK。よし。じゃあ、そのトキワシティってところ、ちょっと目指して行ってみようか。トキワシティに行かないと多分モンスターボールもらえないんでしょ?もらえないっていうか買えないんだよね。ところでお金ってさ、これ、どうやって貯まるの ?3000 円。え?どうやって貯まるんだろうね。来た来た来た。またお前かい。だいたい
ポッポ、あれレベル4で強くね？強くないですか？ポッポ、だいたいポッポとコラッタがこの辺ちょっと幅利かせてんのかね。いやレベル4ちょっと強いな。てか急所なんなんだこいつ。めちゃめちゃ急所当たるなこのストロング。おい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 、オーケー、オーケーなら、よーし、オーケー、よーし。あ、やっぱ強かったからな、敵な。ポッポイコール焼き鳥焼き鳥か。コラッタさん、こいつ尻尾可愛いんだよね。くるってなってて。宿り木の種。これちょっと試してみる。はい。種を植え付けた。あの、あれじゃね、あの、なんだっけ。悠々白書のあの、クラマみたいな。あー、なるほど、なるほど。これいいね。OK。いいね、いいね。あ、スイッチ買った。エリニャンコさん、スイッチ買ったと。いいね、いいね。いいね。僕も買おうか迷ってるんですが、まだちょっと手は出せない感じですね。いや、傷薬ねえからやべえぞ、これ。ちょっと、どいて、どいて。どいて。ここ最短で行きたいんだけど、どいて。え？来た来た来た。あー、ちょっと、どいて。最短で行きたいんだけど、うわあ、もう意地でも通さねえみたいな。うわあ、やべえ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 、いきなり全滅これ。ちょっと待って、ちょっと待って、逃げる。よーし。うわあ、またここも草むらが。いけ、よし、抜けた。あぶねえ。これもいきなり待ちかな。お得な掲示板。ポケモンには体力のほか技を繰り出す元気のもとパワーポイントがあります。技ごとのパワーポイントがなくなった時もポケモンセンターで休ませて、はい。だから回数決まってるってことだよね。うん。君が腰につけているそのモンスターボールはまさしくポケモンだね。いつでもポケモンの出し入れが自由にできるなんて便利な世の中だね。そうだね。ここはトキワシティ。トキワは緑、永遠の色。ほう。え、そうなの？あ、ポケって書いてる。これか。はいはいはい。ポケモンセンターに預けると疲れて動けないポケモンも元気になるよ。よーし。はい、回復お願いします。オッケー。よーし。はい、またいつも見に来ていらしてください。ポケモンセンターはこの先どこの町に行ってもある。何匹預けてもただだしこまめに使うといいよ。はい、隅にあるパソコンはどうぞご自由にお使いくださいと受付の姉ちゃんが言っとった。親切やの。あれ、あー通信ケーブル、これあったわ。これで対戦したりとかね、できるんだよね。懐かしいな。誰かのパソコン、誰かのパソコン。ポケモンの預かりシステムを呼び出した。あー、はい、倉庫ね。で、自分のパソコンに道具は、あ、オッケーオッケーオッケー。よし。オッケーオッケー。いやー、懐かしいですよね、ほんとね、これね。さあ、それと情報収集しようか。イモムシポケモンには2種類いるって知らない？はい、知らない。キャタピーは毒がないけど、ビードルには毒があるよ。ポケモンが刺されないように気をつけよう。あー。ってことは、今後そういう敵が出てくるってことですな。